今回の台風21号により被災された全ての方々に対しまして心からお見舞いを申し上げます。9月4日に接近通過した台風21号によりまして泉佐野市内でも大きな被害が発生をいたしました。多くの倒木、また電柱がなぎ倒され、家屋が損壊し、屋根瓦が飛ばされるなど危険な状況に陥りました。大規模な停電、そして断水も起こり、そのような中では市民の方々の生活にも大きな支障をきたしました。泉佐野市ではこのような非常事態を早急に克服、改善していくために市役所の災害対策本部におきまして、避難所の開設、また市民の方々から寄せられるさまざまな通報などに対しまして対応をしてまいりました。そして発災直後の週末には市職員をすべて動員しながら災害対応に当たってまいりました。またこの間、非常食、そして備蓄水、またブルーシートや土のうなどの配布を行い、り災証明なども行ってまいりました。特に大量に発生した災害ごみの対応につきましては、町会、自治会の方々のご協力をいただき、各所に仮置き場を開設し、災害ごみの処分に取り組んでまいりました。また泉佐野市社会福祉協議会では、災害発生後、早急にボランティアセンターを開設していただき、市民の方々の困りごととボランティアとのマッチングに取り組んでいただきました。その他にも各種団体の方々や個人の皆様におかれましても、ボランティアなどでご協力いただき、この場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。今後の課題といたしましては、被災した市民の方々の生活が一日でも早く元に戻るように、住宅の改修の支援、また住宅の除却の支援、そして被災した中小企業者や農業者の方々への支援などにも取り組んでまいりたいと考えております。そのような支援策につきましては、市のホームページや広報誌などでも広く市民の方々にお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。今回の台風21号で泉佐野市は多くのことを学びました。今回経験した課題や反省点を必ず克服していきながら、市民の方々と協力をして連携をして、より災害に強い街づくりを進めてまいりたいと考えております。また大きな災害に対しましては、行政だけの力では限界がございます。より一層の市民の方々の災害に強い街づくりへのご協力、ご支援をどうぞよろしくお願いを申し上げます。台風21号による災害関連のお知らせです。ご覧いただく時期により内容が変更される場合がありますので、最新情報については市のホームページなどでご確認ください。まず台風21号の被害による住宅改修工事に対する支援金についてです。平成30年9月4日の台風21号により、被害を受けた市内の住宅改修に要した費用の一部について、被災した市民等の経済的負担の軽減を図ることを目的に、泉佐野市住宅改修支援金交付制度を実施します。市内の一戸建ての住宅または長屋住宅および共同住宅において、日常生活に欠くことのできない部分に台風による被害を受けた際、ご覧の改修工事および経費の対象となります。ただし賃貸住宅は対象となりません。申し込み期間は2018年10月1日から2020年3月31日まで、り災証明書など必要となる書類があります。詳しくは都市計画課にお問い合わせください。続いて、台風21号の被害による住宅の除却工事に対する補助金についてです。平成30年9月4日の台風21号により被害を受けた市内の住宅の除却工事について、新たに泉佐野市住宅除却工事補助金交付要項を定め、除却工事に要した費用の一部を補助する制度を実施します。交付対象住宅は、り災証明書が発行された住宅、
また市内の一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅となります。ただし賃貸住宅は対象となりません。交付対象工事は被災した住宅の除却工事です。交付額は1件あたり最大80万円。交付対象期間は要綱施行日から2020年3月31日までとなります。り災証明書など必要となる書類があります。詳しくは都市計画課にお問い合わせください。泉佐野ポイントカード、通称サノポ。今回はこのサノポの情報からスタートします。今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。サノポで散歩のコーナーでもおなじみのこちらのサノポカードなんですが、川崎さん、もうこのサノポカードが誕生して1年が経とうとしているんですよね。はい、おかげさまで10月で1周年になります。はい、はい、今回は、サノポカードにちなんだいくつかのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、はい、まずはこちら、サノポ1周年記念イベントについてお知らせです。内容としては、まずサノポ1年の歩み、また特別ゲストとして桑島俊彦さんを迎え、ポイントについて講演をいただきます。桑島さんは日本で初めてスタンプ事業をスタートした方であり、関わる商店街ではサノポのように電子化したポイントサービスも実施されておりますので、サノポ加盟店だけではなく、まだ加盟してないけどサノポに興味があるという商店の方もぜひご参加いただきたいと思います。開催日は10月30日の火曜日、13時から15時までとなります。場所は泉佐野商工会議所の4階にあります桜ホールです。先着100名様でお土産付きです。詳細については泉佐野町どころ内の泉佐野ポイントカード会までお問い合わせください。次はですね、 LINE のサービスを使ったお知らせです。はい、今画面に出ておりますサノポ LINE アット QR コードをスマホカメラで読み込んでいただいて、友達登録をしていただければお得な情報がすぐに手に入るようになります。じゃあ私も早速やってみたいと思います。ぜひお願いします。はい、はい、サノポの LINE アットの登録なんですけど、広報泉佐野10月号の6ページに QR コードがありますので、そこから登録していただけるんですが、今日はこちらの大きい方から、はい、お願いします。わかりました。はい、じゃあこの QR コードにカメラをかざせばいいんですね。はい、はい、かざすと出てくるかな。どうでしょう。これで LINE を開こうとしています。開く、はい、で追加をする。追加を押してください。はい、そうするといろいろ出てきて、このサノポを、はい、これでお友達登録がもうできましたので、あ、もう出てきて、はい、なるほど、いろいろと情報が、これでキャンペーン情報がいろいろ記載されている、はい、なるほど、簡単ですね。簡単です。これはキャンペーン情報も見やすくて分かりやすいですし、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、しかもですね、サノポこうやって、LINE アットのお友達登録していただくと200ポイントプレゼントさせていただきますので、なるほど、はい、しかもこれでいろんなサノポのポイントがつくイベントとかお得な情報配信されます。へー、なるほど、ポイントもついて、また分かりやすくて嬉しいですね。はい、これは、はい、ぜひ登録を皆さんもお願いします。はい、簡単です。では最後は第8回泉佐野長者バルについてのお知らせです。はい、それはどういった催しになるんですか。はい、泉佐野の長者バルと言いますのは、マップと参加者を手に気になるお店の特別メニューを食べたり飲んだりして、どんどんはしごしていくという楽しいグルメイベントです。今年は2週連続で楽しめるようになっていまして、まず第1週は11月2日と3日午前11時から南海羽倉崎駅周辺の参加店をはしごしていただく感じです。第2週は11月9日と10日、同じく午前11時からで、今度は南海泉佐野駅周辺の参加店で特別メニューを楽しんでいただくという形になります。
川崎さんの今首にかけていただいているのが参加証ですか、はい、そうです。なるほど。じゃあこの参加証を持っていけばいろんなお店を回ることができるということなんですね。はい、そうなんです。なるほど。じゃあ知らないねお店のお味とかも楽しめますし、いい機会ですよね。それがもう醍醐味かなと思ってます。はい、はい、ちなみに料金などはどうなっているんでしょうか。はい、こちらの参加証が、前売りで500円、当日で600円になります。はい、あとはバルメニューなんですけど、それぞれのお店で500円か800円で用意してますので、お店を回ってそちらのお店でお支払いをしていただきます。なるほど。じゃあ1日本当に満喫できそうですよね。はい、うん、お腹いっぱいになりそう。はい、そして、このサノポカードを当日ご持参いただくと何かいい特典などはあるんでしょうか。あります。はい、はい、あのバルマップに、うん、こういった形でスタンプラリーっていうような形になってまして、はい、お店を回るとお店さんがスタンプを押してくれるんですね。はい、でこのスタンプを貯めまして、うん、当日駅の近くにありますインフォメーションに持ってきていただくと、はい、抽選で素敵な景品が当たりまして、その中に、はい、サノポポイントが当たるとうあります。嬉しいですねそれは。はいはい、そしてはい、しかも、ワクワクポイントというのをやりましてですね。はい、何ですか、はい、それは。あのこのバルの参加店の中で、サノポの加盟店もいくつかありますので、そちらのお店を回っていただくとワクワクポイントという通常のお買い物のポイントとまた別の楽しいポイントがたまりまして、それがたまるとまたポイントがどんどんと、はい、なるほど。じゃあもう本当にこのバルに参加いただくとポイントがたくさん貯まるという仕組みになってるんですね。はい、なってます。はい、なるほど。ぜひ皆さんこのサノポカードを忘れのないようにご参加してくださいね。はい、お願いします。 LINE 登録もお願いします。よろしくお願いします。サノテレ9月17日月曜祝日、市政志向70周年記念南千秋和太鼓の集いが泉佐野市立文化会館エブの泉の森ホール大ホールにて開催されました。この催しは南千秋地域を和太鼓で盛り上げ伝統文化の普及に努めたいと2006年からスタート。障害のある方から一般の方まで、今では地域全体にその輪は広がっています。さあ柴沼さん、はい、いよいよ和太鼓の集いが始まるんですが、はい、見どころ聞きどころなどお伺いしてもいいですか。はい、まあ、あの本来でしたらね、単に今日は和太鼓を聞いてもらってという形でおったんですけども、台風21号の影響もありまして、この大会この、ね、和太鼓の集い自体を、ね、開催していいのかどうか、ね、悩んでいました。ただ、悩んでいる時に、実際に被災されている団体さんがたくさんあったんですけどね、その団体さんからね、こんな時やからやろうやないかと、ね、みんなに元気を与えたんやということを、ね、いっぱい出してくれましてね、それを後押しになりましたので今日開催することになりました。ですから今日はね、あのプロもアマもたくさんの方来られてます。どうか一つ一つのね、あの和太鼓の音色を聞きながらね、元気になってもらえたらということが今回の趣旨になります。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ今回は、はい、あの和装ユニット連風さんとのコラボ演奏だったんですが、うん、いかがだったでしょうか。はい、はい、ですね、和太鼓とやることはよくあるんですけれども、連風とですね一緒にやることが一番多くてですね気持ちよかった。もう慣れたビートがガンガン来てですねとってもいいグループでとっても楽しかったです。はい、なるほど。和太鼓とドラムの違い、はい、または共通点とかってありますか。そうですね、やっぱね、和太鼓っていうのはもう日本のビートでトントコ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 っていう、こう前に前に行く感じなんですよね。でそれに対してあのドラムっていうのはやっぱりロックとかそういうものと一緒に育ってきたんで、なんかこうグルーヴっていう、こうなんていうんですかね、こう前に行って後ろに行って前に行って後ろに行ってみたいな、そういうのがやっぱりあってですね、それの違いをねちょっとこうすり合わせするのに多少こう時間かかりましたけれど、けどねもう今バッチリです。楽しいです。なるほど、はい、では梶原さんの思う和太鼓の良さ、はい、そして魅力っていうのを教えていただけますか。やっぱりなんかこう全身をですねその一つのこう一点に向かってドーンとこう打ち込めるところですかね、まあ、ドラムはこう 4way というか4つバラバラなんで、まあ、それでもなんかこう気持ち入っていくんですけれども、やっぱ和太鼓はこう本当に手に集中してドーンっていうドーンっていう感じが、それがねやっぱりね魅力じゃないかなと思うんですよね。はい、姿勢志向70周年、そして犬年、この記念すべき年に泉佐野市の公式キャラクター犬の金がゆるキャラグランプリ2018で1位を目指します。犬の金は公募で採用されたデザインを参考に、筋肉マンで有名な人気漫画作家のゆるたまご先生にリライトしてもらって誕生したキャラクター。正義感と卓越した忠誠心の持ち主で、子どもたちには友情の大切さを説いて回る泉佐野市のためなら全国どこへでも PR に行く、愛する泉佐野市のため一生懸命頑張っています。そんな力強い犬なきんと可愛いゆるなきんが今回はタッグを組んで本気で1位を目指します。さらに今年はゆでたまご先生の協力を得て次の2つの公約を掲げて挑みます。ゆるキャラグランプリ1位になった暁には、1、筋肉マン犬なきんのコラボデザインのラピートラッピング車両が走ります。 2. 筋肉マンのコミックに犬なきんが登場します。これら2つの公約実現のため、皆さんには毎日の投票をお願いします。投票方法はまずスマホ、パソコンなどの端末から公式サイトにアクセスし、投票に必要な ID を初回のみ登録します。次に発行された ID でログイン、これで1日1回投票ができます。今年のゆるキャラグランプリは11月17、18日に東大阪市で開催されます。投票期間は8月1日水曜日午前10時から11月9日金曜日午後6時まで。投票方法については最新の広報泉佐野や犬なきん特設サイトをご覧ください。その他詳しくは成長戦略室へお問い合わせください。皆様のお力で悲願のゆるキャラグランプリ制覇へ、毎日の投票よろしくお願いします。10月から泉佐野市役所市民課窓口でパスポートの申請交付ができるようになりました。臨空ゲートタワービルの大阪府パスポートセンター臨空タウン分室は平成30年9月28日をもって業務が終了しました。そして平成30年10月1日からは泉佐野市役所の市民課窓口でパスポートの申請交付ができるようになりました。泉佐野市役所で申請ができるのは泉佐野市内に住民登録または居所がある方です。また市役所で申請できるのはパスポートの新規申請、記載事項変更申請、査証欄増補申請、紛失届です。ただし次の方は大阪府パスポートセンターで手続きを行っていただく必要があります。詳しくは大阪府パスポートセンターにお問い合わせください。
泉佐野市公式キャラクターの犬鳴金もパスポートの申請にやってきました。パスポートの発行を申請するときに必要なものは、まず申請書。申請書の用紙は市民課の窓口にあります。そして6ヶ月以内に撮影された写真を申請書に貼らずに持参してください。その他、申請日前6ヶ月以内に発行された戸籍謄本または小本、本人確認の書類、前回取得したパスポートなどが必要となります。申請にかかる手数料はご覧の表の通りです。パスポートを受け取る際に収入印紙と大阪府手数料を納めていただきます。収入印紙は市民課でも購入ができます。またパスポートの申請から受け取りまでの所要日数はご覧の表の通りです。ただし提出書類に不備がある場合などは通常よりも日数がかかります。余裕を持って早めの手続きをお願いします。その他詳しくは市のホームページをご覧になるか、市役所までお問い合わせください。佐野テレ。佐野ポで散歩。このコーナーではこちら、泉佐野ポイントカード、通称佐野ポが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回ご紹介するのはスーさんのインド料理、ナマステスーラさんです。それではオーナーのスーさんことバッドスティールチャンドラさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、スーさん、こちらにずらーっとたくさんの方々に並んでいただいたんですけれども、はい、こちらの皆さんはもうインドの方たち。全員インド人ですね。全員インド人。インド人ですけど、女性の方だけは日本人です。あ、日本人の方もいらっしゃったんですね、はい、ではですね、こちらのお店の何か特徴的なメニューなどはあるんでしょうか。あ、そうですね、特徴は、まあ、インド料理なんでカレーとナンがメイン で特徴はお客様から注文いただいてからナンを焼くと、あと辛さはあのお客様向けに合わせています。私も今日そんな美味しいメニューをいただけるということなんですが、今日私がいただけるメニューとはどういったものでしょうか。そうですね、メニューはいっぱいあるんですけど、今日はちょっとあの最近あの作らせていただいたサノポセット。わかりました。じゃあどんな料理なのか、はい、楽しみにしています、はい、楽しみにしてください、はい、やってきました。美味しそう。じゃあこちらがスーさん、はい、サノポセットのランチの方、そしてこちらがディナーの方ということで、はい、まずランチの方は、本日のカレーとスープカレーですね、うん、タンドリーチキンとサラダとフォチュのライスですね。でナンなんですけど、これはフォチュのナン、プレーンナンとほうれん草のグリーンナンをミックスしております。なるほど、だから緑色なんですね。そうなんですね。さらに、はい、チーズも味付けてます。あ、チーズも入ってるんですか、はい、わー、嬉しいですね。ボリュームたっぷりですね。ボリュームたっぷりです、ね、なるほど。栄養満タンセットです。続いてディナーセットはどうなっていますか、はい、でディナーセットの違いが、うん、これはバターチキンカレーですね、はい、でもう一つは焼きカレーです。ちょっと店のメニューには今まではなかったんですけど、はい、これはサノポセットからお始まりで、これがラーメンです。ちょっとカレー味のミニラーメンですけど、ラーメンもつけております。おいしそう。このほうれん草のナン、これをちぎってつけていただくんですね。よいしょ。いや、スーさんという文字も可愛いんですが、もったいないけどいただきます。すっごいおいしいです。まろやかで本当食べやすい味ですね。いただきます。おいしい。これもまたね、これもジューシーなんですよ。油がしっかりと乗ってます。おいしい。炭焼きの。あ、そうなんです。炭焼きなんですか、はい、これ炭焼きです。カリッとしててね、外側もおいしいですね。ありがとうございます。続いてはディナーセットをいただきます。いただきます。おいしい。こちらもさっぱりしてます。え、これ何味ですか。はい、スパイスの味、もちろんスパイスには味付けてますけど、鶏ガラのソースですね。あ、だからこんな食べやすいんですね。焼きカレーです。焼きカレーです。焼きカレー、はい、いただいてみたいと思います。いただきます。美味しい。これ私一番好きかもしれないです。ありがとうございます、う
海鮮でいうとウニみたいに濃厚です。本当に美味しい、濃厚。ではスーさん、はい、こちらサノテレ見たで何かいい特典があるんですよね、はい、そうなんですね、うん、サノテレ見ましたよっていういただけるとランチはこのセットを100円引きにさせていただきます。さらに、はい、ディナーは200円引きにさせていただきます。わあ、お得ですね、はい。ぜひどうぞよろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんもサノテレ見たとおっしゃってください。さて、ここで施政施行70周年記念、みんな嬉しいサノポ70万ポイント山分けキャンペーンのお知らせです。ご覧の期間中にサノポカードを新規に作成し、加盟店で合計300円以上のお買い物をした人全員に70万ポイントを新規入会者数で割った分のポイントを申請します。ポイントは10月25日に自動で付与。山分け数など詳細についてはサノポホームページをご覧ください。それではオーナーさんから最後にお知らせがあるんですよね。はい、あります。11月の2日と3日の日、羽倉崎駅周辺に長者バールに参加させていただきますので、ぜひお越しください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。それでは皆さん、せーの、サノテレで。泉佐野市と特産品相互取扱協定で結ばれた各自治体の特産品をご紹介するリンク特産品のコーナー、まずはこちらから。大阪府南河内地域に位置する松原市は、生活に便利な南河内の玄関口として発展してきました。明治初期よりアイガモの飼育が盛んに行われ、現在では河内ガモとしてブランド化。その食材を使ったアイガモカレーなどの商品もあります。地産地消の推進にも取り組む松原市では、まったらまなっこ松原育ちとして米をはじめとする多くの食に関する特産品が品を揃えています。石川県南西部に位置し、古くから温泉郷としても有名な加賀市。特産品には大規模な果樹園からなるブドウや梨、名産の茶を生かした商品や香箱ガニ、また北陸最大の産地を誇るブロッコリーなど食に関する特産品が多くあります。また世界的にも有名な九谷焼や日本一の生産額を誇る山中漆器など伝統工芸も盛んな町です。都道府県の垣根を越え、互いの特産品の PR や販路拡大を図ることを趣旨とした特産品相互取扱協定。各自治体の特産品は市のアンテナショップでお求めいただけます。サノテレインフォメーション。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野では、10月20日から12月23日の間、市政施行70周年記念事業秋季特別展祈りと願いと信仰とを開催します。入館は無料、ぜひお越しください。第3回全日本アマチュア将棋最強戦 in 泉佐野、出場者募集のお知らせです。開催日は2019年2月11日。開催場所はエブの泉の森ホール2階フロアです。アマチュアの方であればどなたでも参加できます。募集人数、受付期間などはご覧の通りとなります。また今回は市政施行70周年記念イベントも同時開催します。申し込み書はエブの泉の森ホール、各公民館、泉佐野市役所などに設置しています。詳しくは障害学習課へお問い合わせください。皆さんの出場をお待ちしています。市政施行70周年を記念し、泉佐野市民大運動会を開催します。個別開催種目と開催日などはご覧の通りとなります。総合開催種目については11月25日に開催。スペシャルゲストに泉佐野市スポーツ大使大山香奈さんを迎え、各種競技のほかデモンストレーションなども行います。参加要項についてはご覧の通りです。詳しくは自治振興課へお問い合わせください。市民の皆様の参加をお待ちしております。それでは次回もサノテレでお会いしましょう。さようなら。